和紙宮信号場は埼玉県久喜市にある東日本旅客鉄道東北新幹線の信号場である。大宮駅から小山駅に向かう途中に設置された分岐型信号場である。東北新幹線大宮駅森岡駅間の暫定開業時に東北本線東和宮駅に隣接して開設された保守基地への分岐地点として設けられた。 その後の東はシミヤ駅貨物用地売却に伴う再整備に伴い保守基地が新駅前広場南方へ移転したことから出入りにスイッチバックの必要が生じ現在では保守基地に隣接する東はシミヤ駅手前の高架橋上と東北本線に並行する区域駅方の引き上線で計2度スイッチバックを行い入り出場を行う分岐線は保守車両専用のため非電化であり 営業車両が入線することはない。詳細は東和市宮駅を参照。東北新幹線工事基地の跡地に設けられたが、東北新幹線本線との連絡ルートは工事中のものとは異なる。イベントで一般公開されることがある。東武伊勢崎線和市宮駅とは離れた場所にあり、久喜駅の方が近い。なお、二0 1年三月十二日まで行政上の地名は わしみ信号場名、駅名は各社いずれもわしの宮と読みが異なっていた。信号場を扱うサイト等には営業記録について記されたものは少ない。ありがとうございます。